HTC J1 HTL22 HT は、第 HTC によって開発された、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 及び、第3.9世代移動通信システム対応ストレート型スマートフォンである。輸入元は、HTC 日本である。HTC J バタフライ HTL21 の後継機種で、 グローバルモデルである HTC-1 の日本国内ローカライズモデルである。日本独自機能への対応のために質量がグローバルモデルと比べて約 17g、デュアルシム版と比べて約 1g 増えており、サイズも若干大きくなっている。日本独自機能としてワンセグ、お財布形態、赤外線通信に対応している。また、 グローバル版と異なり、マイクロ SD カードスロットを有する。ディスプレイガラス以外の部分は、リアカバーも含めてほぼすべてアルミでできており、高い質感と剣道性を持つ。リアカバーを外すと、シムカードスロットとマイクロ SD カードスロットがある。UI は、HTC 独自の HTC センスが一新されており、ホーム画面の HTC ブリンクフィードでウェブ上のニュースや写真、 各種 SNS の情報を一括して閲覧することが可能となっている。なお、HTG ブリンクフィードはあらかじめ選択できるニュースサイトが限定されており、RSS リーダーのように好みのサイトのフィードを表示させる使い方はできない。カメラは HTG 独自のウルトラピカッセルセンサーと F 値2.0のレンズを使用している。 カメラの画素数は同時期に販売されたスマートフォンより少ない400万画素だがその分一つの画素を大きくすることによって従来のカメラより多く光が取り込めるファイルサイズは小さいながらもフラッシュなしで薄暗い室内が撮影できるなど高画質を謳っているなお仙台機種と異なり防水性能は備えていないバッテリーの取り外しは不可 PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。